栗田ウォーターガッシュ秋島は東京都秋島市を拠点とするジャパンラグビーリーグ1に所属しているラグビーチームである。1962年大阪にて総部。1967年に関西社会人 A リーグに昇格し、同年には全国社会人大会に初出場した。1978年に東京に移転、関東社会人リーグ2部に参加した。 同年優勝して関東社会人リーグ1部に昇格した。1987年には厚木市に本拠地の栗田工業総合グラウンドが完成した。1993年関東社会人リーグ2部に降格したが、1998年に関東社会人リーグ1部に再び昇格した。また、準本拠地として エビナ運動公園陸上競技場も使用していた。2018年10月からは活動拠点を秋島市に移転している。2018から2019シーズンからトップチャレンジリーグに参戦している。2021年7月16日、新リーグ、ジャパンラグビーリーグ1の3部リーグに振り分けされることになった。 最上位リーグな視界リーグ2021年度のスコットは次の通り、太地は2020年度2021年度からの新加入選手、ありがとうございます。